して、そして横にいるのがですね、身長190センチございます。そうなんです。可愛いでしょ。僕はたかしと申します。お願いします。さあ、我々のですね、ちょっとコンビ名の由来なんかちょっと話させていただきたいと思います。由来ですか。由来でございます。もともとは僕らアンビシャスじゃなかったんでね。そうですよね、僕らの NSC 在学中にちょっとコンビ名申請せなあかん時に、互いのあだ名をくっつけようってね。そうですね、僕がまあブラックと言われてまして、僕がゴリラって言われてましてブラックゴリラで行こうと思ってましたが、 BG ね、 BG ってなくてブラゴリでね、そう、しましたけども、ちょっと僕は嫌すぎて、その日夜勤やったんですけど、嫌やなと思ってちょっとやめて、なんか運を入れたかったね。運を入れたかった、売れるみたいなジンクスあるから。あ、ダウンタウンさん、そうそうそう、だからああから考えて、アンビシャスってなりましたね。アンビシャスです、ぜひ覚えていただきたいと思います。お願いします。お願いします。僕の相方たかしくんのチャラさをですね、私がリズムに乗せて皆さんにご紹介したいと思います。それではいきます。アン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 ビシャス、エトレアンアン、ねえ、ウシトラウータツミリカサイミキユカラサンラーや、途中から女の子、はい、アン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 ビシャス、ジェットコースターでアンアン、チャンラーいや、髪型気にしそうな、アンビシャス、怪我した時にアンアン、すごい VO5 チャンラーいや、ガチガチ。さあ、ありがとうございます。5年後ですか。もう僕はもう5年後の一言メッセージありますよ。ありますか、言ってください。5年後にハゲててほしくないと。そりゃそうやろ。そうや、そりゃそうや、なんか売れるとかじゃなくてもうハゲててほしくないと。ハゲててほしくない、このままで現状維持お願いします。マジでお願いします、僕はあと、2メーターぐらい増やしたいですね。なんでこれもう無理やろ。3メーター90になると3と計算早い。いや、そりゃ早いよ。髪の毛変なのも早いよ。最後に一言だけです。はい、友達アンビシャス、はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。